心勇気と強いぞ負けないぞやっぱキング壁を雲を追い越し世界の果ての果て出てこいクセモノドロンボ一網打尽記憶明るく生きる人変な街で来るそれ知りステーキやったやったやったまの女子高生の皆さん本日僕ちゃんたち興行者をやってんのよ。え興行者って知らない？ほら有名なスターを呼んでお客を集めて大儲けする商売よ。みんなこれ見て、若者のアイドルピンクレディ、中年のアイドルちゃんです、山栗桃平ちゃん、そして桜田ちゃん子ちゃん、男性ではもうひろし、最後の秀樹沢田寛治こんな素晴らしい夢の共演がなんとなったの5000円で見られるの。さあ、ハイワイランドお席はもう満るよ。いらっしゃいいらっしゃい、ありがとうございます。はいはい、はあ、まあどうも。ゲゲゲのジャン、もしかしてもしかしたらもしかするでコロンよ。よし、おもちゃも隠れてあるんだ。オッケーだ、パンパンだ、トイレ。はいちゃん、ほら早く。どうして野上ちゃん。待てよ、あの子たち、なんか懐かしい気がするんだけどな。どこで会ったかな。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより夢のスターショーの開演です。やけに光ってんな。待ってました、ピカピカモン。もうこんなに夢怪しくなってきましたのよ。どうかい、私たちのサービスじゃ気に食わないって言うのかい。スターを出せって言ってますけど、私たちスターじゃないのかしら。これでも全国の女子高生の間じゃブロマイドの取り合いっていう噂もあるんだけど、どうしてるのか。しらーけ。そう、出してやろうじゃないの、スターってのを。そうしましょうか、それが今日のハイライトですから。 Now ladies and gentlemen, we present Pink Lady。 もう支配しくてどこ行っちゃった。ほらと、これがパンクレディーよ。ちょっと行くわ。ちゃんとずどうぞ。あら出ないのよね、下がこれ山栗桃え。触っていい感じ、触った感じ。お兄様、私たちは泥棒じゃなくて泥棒。どう、ごやき、面倒だ、やっておしまい。あらしゃっしゃ。やつら消えたでころんよ。きっとまた地下室があるんだわ。よし、行ってみよう。ご覧ください、これが今日のメカスポットライトです。日常の素材を巧みに生かし、流動的な線の対比や構成が見る角度によってオプティカルアート的な効果を生み、ノンフィグラティブからにじみ出るプリミティブなリリシズムは現代におけるムーブメントと対照的な素晴らしい面下でございますの。でも一体何のこと、どうした、何のこっちゃ。そう、あれは誰かしら、いたずらするのはローリスカイルドビー。
わがはいドクロベだべ。さて指令を伝えるべ。我々はどうしてもドクロストーンの残りの2つを手に入れなきゃならん。そして今日こそ本当の情報が入ったべ。うしゃうしゃ。ドクロストーンはローマン国の王が持ってるが、王は戦争で誰も信じられなくなってるだべ。わかるなあ、その王様の気持ち。我々の近くにも嘘ばっかり言う人がいるもんね。そうか、そういうデタラメなやつもいるんだべか。そんなやつは豚に蹴られて死ねばいい。お前たちも疑われて処刑されないよう気付けろ。お仕置きを楽しみにしてるべ。あら、来るなよ来るなよ、ドロンジュ様を守れて。早くドロンジュ様ここへ。はい、はい。あら、ドロンジュ様。ねえ、ドロンジュ様、ドロンジュ様、この手が見えるか。なーに、爆発終わったの？今日助かったの。でも静か。あら、かわいそうに頭がいかれてるのよ。出発よ。あ、目も耳もいかれてしまったよ。ほんまや。これが悪女の慣れの果てか。頭悪いが愛される女だったのに。何か言った？心配すんな。この俺様がボスになって面倒見るからよ。なあに？来週から俺がボスだって。スカ、本当は目も耳も聞こえる。あら、そんなことだった。ボスになりたきゃそれらしいこと。ギャッと！ごもっとも。おーし、俺たちもヤッターキングで出題。早い。説明しよう。ここはローマン国。そしてこの丘の上にそびえるのがローマン国王の城である。どういうわけかドロンボー一味はズーズーしくもこの城へやってきていた。この者たちが妙な乗り物で空からこの城へ乗りつけたんです。王様、私たち悪い人間じゃないのよ。顔見てわかるでしょ。そうなのよ。このキラキラっと輝く澄んだ正義の眼、いや目を見てください。ほら、キラーなんちゃって。うっしょ、チンは誰も信じられん。その目がポロッと落ちないのが不思議じゃな。まあ言うな、この王様。お前たちがチンの命を狙っていないという証拠を見せぬ限り貼り付けだ。貼り付け。ドロンジュ様、どうしましょう。王様、怪しいやつを引っ捕らえました。うっしょ。王様、私は怪しい者でもスパイでもありません。私は隣の国よりやってきた羊飼いのハシレメドスと言います。そのハシレメドスが何しに来た？どいつもこいつもチンを殺しに来たな。待ってください、王様。ここは、ジン。ハシレメドス、ジン、訳を話してくれ。王様、王様、ハシレメドスは僕に会いに来たんです。私たちは無理の親友なんです。私には病気の母がいるんです。そのためこの国に来て、ジングにお医者さんを紹介してもらいました。そして薬だけいただいたんです。お願いです、助けてやってください。この薬を持って母のところへ行かなければ母は。嘘に決まっとる。信じられるもんか。貼り付けだ。王様、あなたは人を信じる心を持っていないのですか？友情を信じないんですか？どれほど言うなら走れメドス、死ぬ前に母のところへ返してやる。本当ですか？だが2日後の朝までにまたここへ戻ってくるのだ。もし戻ってこぬ時はジーンを貼り付けにする。ジーンを？喜んで、彼のためなら。ジーン、ジーンよ、走れメドスが戻らん時はお前は死ぬのだ。僕は友情を信じます。ジーン、ジーン、さ行ってくれ。すまん。嘘つきめが、あの男は戻ってこん。誰でも自分の命は惜しいからな。ハシレメドスはそんな男じゃない。王様、賭けをしませんこと？どんな賭けじゃ？あっち向いてほいか。お前たちはあの男が戻らん自信があるのか？私たちがあの男をここに戻しません。もし戻ってくれば私たちの負け。その時はお前たちも張り付け。もしお前たちがハシレメドスを戻さなかったら、私たちは自由になる。ドクロストンちょうだいね。ドクロストン、ああ、あの石のことか。くれてやる。ほんと？じゃあ早速出かけましょう。待て、その代わりその女を人質に置いていけ。ああ、いけません、いけません、王様。人質なら不祥このぼやきがなり。いやいや、このワイが人質として残るで。はい、言葉と行動の差がありすぎるんだよ。認めます。さあ行け。ドロンジャ様、ぼやき、トンジラ、必ず戻ってくるんだよ。ハシレメドスを戻すんじゃないよ。じゃないと私の命はないんだよ。分かってますよ。
私はお前たちのボスなんだからね。うまくいったら結婚してやってもいいんだよ。本当ですか？でも信じていいのかしら。なんだいなんだい、その糸みたいな目、私を疑ってるのかい？ぼやき、私の言葉を信じるんだよ。ねね、月給もあげるし、ほっぺにチューもしてあげるよ。ね、お前がボスになってもいいんだよ。お前たちのグループも乱れとるの。結局人間は嘘の塊だ。どうもローマン国じゃなさそうだな。隣の国に着いちゃったみたいね。はあ、あれは。あ、どうしたんだよ、おもちゃが。大変だ、コロン。誰かが倒れてるだ、コロン。何？こっちだ、コロン。あ、女の人よ。ジン、俺は必ず戻ってくると。母さんに薬を届けたら。どうもすみません。私の名はトマレーと言います。こんなに熱があるのにどうしてまた出かけたんですか？私の息子ハシレメドスが隣の国に行ったまままだ戻ってこないんです。もしや捕まったんではないかと。そう、それは心配ね。でもこんな体で。母さん。おお、ハシレメドス、無事だったのかい？お前、その格好はどうしたの？母さん。ハシレメドス。母さん、喜んでくれ。薬はもらってきたよ。ありがとうよ、ありがとう。母さん。それじゃまたわざわざ戻らなければならないっていうのか？でも戻れば、あなたは処刑されるんじゃない？こんな病気のお母さん置いて、君はその王様のところへ帰る気か。僕は約束したんだ。僕が戻らなければ、ジングの命がない。そんなこと言って、君はまた。走れメドスや、行きなさい。私の息子は約束を破り、友情を裏切るような息子ではありません。母さん。さあ、行きなさい。時間がありません。母さんはお前に会えただけで嬉しいのよ。母さん、じゃあお元気で。さようなら。走れメドス、危ねえ。走れメドス、私たちで何とかしてあげられないかしら。かわいそうね、コロン。よし、やった、キングで追ってみよう。ジン、待ってろ。必ず朝までに戻るからな。あ、化け物。悪いけど、あんたを城へ戻すわけにいかないのよ。シャレッド。どうやら走るメドスの声のようだ。見て、あそこよ。お母さんを助けて。いや、まだお嫁にも行かないのにこんなのやーよ。トンジラボヤッキー、よくも私を見捨てたね。化けて出てやるよ、ベロベロっと。ドロンコさんとやら、死ぬ時ぐらいは見苦しい真似はよそうよ。何カッコつけてんのよ、あんた騙されたのよ。どうだ、人を信じることがどんなにバカらしいかよくわかっただろうね。王様、あなたは気の毒なお方だ。あなたが人を疑い続ける間、誰からも信用されないでしょうね。生意気な、処刑開始しろ。いやいや、死にたくない。刺してや、刺してや、痛い。はじめ。待ってよ、ぼやっき、ただいま参上。ぼやっき、トンズラ。あっ、スカポンタン、遅かったじゃないか。もう少しで一人の美女がこの世から姿を消すとこだったんだよ、美女美女が。きれい。待ところで、守備は上々なのよ。走れメドスはワイラで片付けました。永久に戻ってきまへんで。という次第、約束通りロックロストンをいただきましょうか、王様。むむ、仕方があるまい。誰か例の石を持って。はっ。これでとうとうロックロストンが手に入るんだわ。早く早くしないと、邪魔が入んないとも限らないか。おっと、待てー。なに、もしかして、もしかすると、ヤッターマン1号ただいま誕生。ヤッターマンがいる限り、この絵に悪は使えない。ヤッターマン2号ただいま誕生。ヤッターマンがいる限り、この世に悪は栄えない。ああ、またまたあいつら。そして、走れメドスだ。信じられん、走れメドス。
メドスが戻ってくるなんて。こうなったら腕ずくでもいただくまでよ。ああ、何をする。お前らには渡せん。しびれステッキー。バカめ。ケーブマジもうクソ、このおとなしぼやき様、怒ったわよ、行くわよ。戦闘開始だよ、覚えておいで。やった金庫、頼むぞ。任しとけ。説明しよう、ヤッターキングの格納庫には常に3体のヤッターメカが待機している。そしてその時々に応じてコンピューターが今日の登場メカを選び出す。勝ってやったパンダ。パンダ。引けた。あ、パンダめ、突っ込んでくるよ。平気ですよ。おのれやったね。ぼやっと見てないで、さっさと次の作戦考えろって言うんだよ。ダッチ！ダッチ！あらしゃっさん。いくぞ、絵になる作戦開始。しょれ。しまって、動くものに作動する装置がついているんですけど、あのコパンダメ知ってるみたい。こっち来るじゃないか。こっちだ、こっちだよ。あ、まだ爆発は早いよ。そうでしたも、そうでしたも。みじめ。やったパンダ、メーカーの元だ。アングッドの今週のびっくりドッキリメカ発信。この姿。あーっと、キラキラキラキ。トンコガイだの、かわいそう。あら、またもや区分をしてて逃げる気かな。逃げたくても切られてるんだよ。あっち、ダメだこりゃ。絵になる爆発やって。やったー！このチンを許してくれ。お前たちのおかげで人を信じることの尊さを知ることができた。王様。やったまんよ、ありがとう。チンは走れメドスを後継ぎにしてジーグにその片腕になってもらうぞ。王様。さあ、これがその印だ。受け取るがよいぞ。はい。よかったわね。ドクロス村じゃなくて石の王冠だったのか。めでたしめでたし。
ここがこうなってるから右の方へ回しても左の方に回って。ぼやっきー、まだできないのか。ああ、もうすぐですよ。ドクベちゃんが自分の情報ミスを認めて、私たちに新しい自転車を空中から投下してくれたんだから、早く作っておくれよね。ドクベにしては珍しいこともあるのね。はい、三つできました。どうぞドロンジョ様。これが自転車かい。そう、設計図通りやったんですけどね。なんだか変ですね、シートベルトまでつくなんて。そうやって火星になるがいいだべ。おい、これ貼り付け台じゃないか。貼り付け台だーそんな。それが今日のお仕置きだべ。お仕置きポーズ、ドッグポーズ。信ずる者は救われる。我らが正義のヤッターマン。清く正しく美しく頑張れ、ヤッターヤッターヤッターマン。今の山にジライアという忍術使いが住んでいるでころ。そのジライアがドクロストーンを持っているという。ドロンボー一味はガマメカで伊賀の山へ。墓地たちも後を追ったでころんが、そこで忍術修行に励むカスミ